迷わないようにもう一度撮影、あちらが長尾川の合流地点ですね。で、あの辺りに、門を作ると、あちらが有野川と、有馬川の、合流している河川です。昨日雨が降ったので、まあ、それなりに水が流れてますね。で、あそこのサイドをできるだけ高くすると、そういうことですね。で、奥行きはだいぶ出せると思いますんで。2023年、11月の7日、昨日、6日の日にまとまった雨が5時間ほど降りまして、まあ、翌日これぐらいの水が流れてきていると、まあ、こういうことですね。ある程度まとまった雨が降ると翌日もまあ水量少し、増えると、まあ、こういうことです。こちらは向こう側に合流するところなんですけども、まあ、先ほど向こうから、撮影していたんですけども、こちらが横についてる河川、合流河川で、この辺り結局橋かけてるんですけども、空いてる土地だから、この辺にね、まあ、もうこちらから向こうは河川なので、まあ、手前の方に寄せてもらって、河川の土砂。で、ここにね、積んでいってもらったらいいと思います。で、ここの橋がなくなったとしても歩いて渡れるように、なりますんでね。で、ここの、手前の方で石垣を組むというような形ですね。もうずっと放置されている畑なんですけども、あちらが向こう側、JR 道城駅で、そこから、そこのね、斜面のところから、流れ込んでくる水の経路だと思うんです。だが、そこ雨降ったら、ある程度水が流れ込んでくる。で、そこに、蛇口がついてるんですけども、別にもうそれなくしでも多分できると思うんですよ、農業。で、ここに、河川の、いらない、最初にね、もういっそのことを土、余ってる石ころとかここに敷き詰めて、一回下コンクリート化して、水が抜けないようにして、で、その上に土入れて、で、畑作ると。だから、高さを1メートルぐらい、まあ、かさ上げするような形で、畑作ると。まあ、そういうふうな形でいいと思いますよ。それで、まあ、蛇口なくても、ちゃんと畑機能すると思いますよ。まあ、この周りのところとか、両サイドに、まあ、集めるような形で基本的にはいいんですけどね。あと石垣組むような形で。先ほどの撮影の続きです。まあ、あちらの方で、三田から流れてきてる、まあ、向こう側の本流と合流してるんですけども、こちらの方の流れ見たときに、水の量がね、あんまり変わってない。で、多分両サイドとかで、草生えてるところいっぱい撮影してると思うんですけども、まあ水吸われてるんだと思いますよ。あと河川の底から水ある程度抜けてる。なあ、コンクリート化によってだいぶ変わる。だから昨日まとまった雨5時間降ってもこういうことですから、これが現実なんですよね。あら、昔大雨の災害とかがあって、そこで河川、工事したりとかして、対応終わったのに、昔の映像はあんまり流しすぎたらね、もうみんな現実の今現代とその内容は合ってるかどうかで、もうわけわかんなくなってるから、もうそれやめた方がいい、本当に。あちらが JR 道城駅です。左手の方が、奥地へ行くと丸山ダム。この間撮影した時に、これ以上行ったらなんかこうバイオハザードみたいなことをね、言っていた地点に行きます。廃墟となっているところ。で、こちら次、河川水門開始ダム発電をどの位置に、作るのかということと、あと千狩ダムの方をこの道はちょっとまあ登ってみたいと思います。この道から行けるかどうかわからないので、まあどうしてもこういう言い方になりますね。で、川下川ダムも行けたら行こうかなと思ってるんですけども、最悪、道が、向こうの方から道がこう続いて川下川ダムの方へ行くのかもしれないんですよ。だからそうなったらもう後日ということですね。もう今11時台で、まあ千狩、まあ自宅から歩いてきてるんで、そのまま交通費の節約で、
まあ、とにもかくにも千狩りのところまで行ってみたいと思います。まあ門はねだいぶ先の方ですね。ほぼなだらかなんでね、ここまあ本当のあのダムみたいな形になりますね。千狩り浄水場なんですけども、先ほど、あちらの道から歩いてきたんですけども、まあこの辺りちょうど前の方ですね、電信柱にちょうど良いような、一本物の、木が、たくさんあります。まあ上の方の斜面のところとか、まあ途中来るまでにも結構あるんですけども、まああと来るまでこの区間多分もうあの廃墟になってる放置してる車とかもいっぱいあったんで、あの完全に苔が生えて、3台まとめてとか、こちらの家も多分廃墟でしょうね。またそれは後で、帰り撮影しようと思います。まあこちらも耕作放棄地なんでしょうね、もともとが。まあ JR 道場駅からだいぶ離れてますので、まあもったいないで言う、もったいないですね、土地の利用は。訂正、先ほど電気工事されていた方に聞いたら、そちらからあの川沿いに行けるみたいですね。ですので、ちょっと行ってみますね。なかなかの偶然というか、奇跡というか、配慮というか、そうなんじゃないかなと、本当は思っています。なるほどね。横幅20センチくらいの。なるほど、なるほど。何かここに水路ありますね。雨降った時、これが先ほど耕作放棄地って言ってたところの延長線上なんですけども、多分雨降ったら水が流れ込んでくる仕組みで、まあそれでまあ畑に水が来るような形にしていたんじゃないですかね。ちょっとね、足元こんなガタガタなんで、足元見ながら動かなかったらちょっとこけそうなるんで、ちょっと一旦撮影区切ります。先生、わかりました。千狩ダムのから向こう側に合流している河川だったみたいですね。だから向こうの方の道を通って川下川ダム、あの道場駅まで戻ってと、そういうことになりそうですね。だいぶ水がなくなってたんで、そういうことかなと、河川の水を引いてたのかなと。そうじゃなくて、千狩ダムがあちらにあって浄水所の管理所があったと、まあそういうことですね。だから電車の線路を渡った道の方行かなかったらダメだっていうことですね。これ動画途中で見るのやめた人、謎だらけになるんで、最後の方まで、ぜひ見ていただきたいなと思います。あちらが、千狩ダムですね。大正8年、5月と書かれてますね。架けられた橋の方だと思いますね。で、あちらは門が閉まっているので、明らかにあれ危ないんで、こちらの道だと思います。明らかに上流部からの放水でしょうね。放水があるとしたら。左側に来れば、こういうふうに、登っていく階段がありますね。多分これ行けるんだと思います。上まで来ました。ここは行き止まりで、通行止めです。まあ、バルブがついてあって、人間の手で、開門ができるようにしてますね。人間が駆けつけてと。まあそういうような形ですね。まあ、深さがどれぐらいあるかっていうところなんですけども、あんまり深くは感じないですね。まああちらの方に、階段、降りていくような形になってますけども。まあちょっと深さはこれはわからないですね。ちょっと次、川下川ダム行ってみようと思います。こちらは老朽化した建物ですね。あちらが千狩、貯水池で、もう車見てもらったら分かる通り苔生えて、もう完全に放置されている家ですね。まあこんなところ、まずなかなか人を住めないですよ、本当に。隣の家とかもこの辺りとかもそうなんじゃないですか。廃墟、まあ、当然ちゃ当然だと思いますよ。先ほどの廃墟の、その隣にも車、これで計4台放置車。あちら道場駅で、先ほど通っていた道があちらですね。こち
ちらの道から、川下川ダムの方へ向かいます。で、まあ、山間部、木、いっぱいあります。まあ、中には、枯れてる木とかもありますんでね、まあ、かまど発電用、まあ、こういうふうな道路が舗装されてるところ、まあ、トラックに積み込んだり、まあ、さすがにこの位置だとね、まあ、あれ、倒木ですね。ありますね。真ん中、この辺り。まあ、積み込みやすいんで、まあ、こういったところを利用すればいいと思いますよ。この辺も何か切った跡とかですね。で、あと、これ、絶対普通、JR とか、まあまあ、JR さん、まとも側の人たち多いと思うんですけども、絶対日本足でしょ。真ん中に一本だけの Y 字のその阪神高速、あれ、また大きな地震来たら、またどうせ折れますよ。Y 字型って。両サイド左右にしておかないと。真ん中太くしていりゃいいやっていう、そういう安易な考え方じゃなくて、実は折れてるんだから、阪神淡路大震災の時に。で、それをもう一度作り直す時に、なぜこういうふうな、日本柱にしなかったのかっていうことですよ。バランスの問題ですよ。動いた時、揺れた時。日本の教育にしてたら、力の加わり方が全然違うから、だからその辺のところをね、しっかりとお勉強していただきたいなと思います。枯れてる木だとか、ああいうふうな倒木も先ほど歩いてきたときに、この道沿いに、いっぱいありますね。20メートル、30メートル歩いていたら、まあ、小さいですけどね、まあ、これも、倒木と言いましょうか、枯れ木で。で、こういうふうに探してあるから、これも倒木。ずっと人が手つけてないから、これもそうですね、掘ったら倒木。だが、掘ったらちょっと出てきますね。草とか入りて見えなくなってるだけで、誰もそういうものを手つけないから、そういうのはしっかりと回収して、あそこにもありますね。枯れてる木。だからもう、かまど発電用の木材なんて、もうものすごいある、本当に。先ほどの道があちらなんですけども、そこは、JR の、橋脚であって、そこ、あちらの木見えますかね、根元のところ。もう空洞化してるんですよ。で、さっき10トントラック通ったじゃないですか。そこそこ車通ったりしてるみたいなんで、早めにあの木は刈り取った方がいいですね。もう折れてくるのも時間の問題だと思いますよ。角度的にも。あの根元の手前の方が、だいぶ削れ取れて、いますからね。まあ、かまど発電用の木材。あれは山陽自動車道ですかね。あちらが JR なんですけども。あんまり車通ってないですね。まあ大阪方面に向かって車が、トラックはたまに通ってるだけで。まあ人口だいぶ減ってきてますからね。まあ普通に考えてそうですね。まあ次の河川水門開閉式ダム発電ですけども、ちょっと、まあ、まだずっとなだらかな河川が続いてるような状況なんですね。ですので、高低差あんまりないので、もうちょっと先まで行ってみたいと思います。で、やっぱり、各河川、そこ一回コンクリートで固めんかったら、抜けていきすぎですね。あちらは向こう側の上流です。で、そこの河川見てもらったら分かる通り、中央部に水集まってますよね。だから上流のところで撮影していた時の水の量と比べて、変わってない。で、もしかしたら少なくなってるような気がしますね。だからやっぱり、そうなんだと思いますよ。そこから水がだいぶ抜けている。で、あと、まあ、周りの、草とかに水吸われてる。まあ、こういうことになってるみたいですね。向こう側、上流浄化センターと書かれているところがあって、あちら、横から水が排水溝から出てるんですけども、千狩りか、多分千狩りの方だと思うんですよ。ろ過器通して溢れ返ってる水がこういう風に流れ着いてくる。もしくは、まあ、向こうの方に川下川ダムが、まあ、上の方にあるんですけども、まあ、多分、普通に考えたら千狩りの方の排水溝だと思われます。ここであれだけ水の量が合流しているんですよね。だから上流で流れてた水の量とこれから先比べてみたらよくわかると思います。
それと、言い忘れてました。あちらに回転扉つけた方がいいでしょうね。で、よーく見てもらったら真ん中の方、排水口、真ん中の方はちょっと狭くなってる。で、その後、両幅が広がっているような形なので、まあ、あちらに回転扉を置いたら、まあ、ちょうどいいんじゃないかなと思います。まあ、まあ、そこの排水口は、一番上のところまで水位が来るようなことは、ちょっと待ってくださいね。次の河川水門開閉式ダム発電をどこに設置するかによるんですよ。それによってそこに回転扉を置くかどうかは決まってきます。ね、こちらに合流河川があるんですけども、そちらが、向こう側なんですが、これは多分違いますね。この道行っても多分違うと思いますね。一応ちょっとだけ水流れてるんですけど、多分向こうですね。川下川ダム。河川水門開閉式ダム発電、次の地点は、もうだいぶこちら手前に来てしまったんですけども、下流の方に。途中でこちらの道に渡ってくる橋のところあたりですね。そのあたりがいいです。少し倒木の数が、すごいですね。これら全部倒木です。足元とか。これがずーっと続いてるんですよ。で、まあ、枯れてる、もう弱ってる木だとか、そういったものも、いっぱい、ありました。早く、カットしなかったらもったいない。まあ、これは、多分人間がカットしたんでしょうけども、ほったらかし。もう、あっちこっち、もう、ある程度急斜面だから、あの木ももう、俺、寸前ですね。もう根元あんな状態で。いっぱいある。で、誰かは何か置いてますね。ミツバチか何かな。何かかな。まあ、とにもかくにもいっぱいありますね。その、枯れてる木。枝とか落ちてるところ。ものすごいたくさんありますね。とんでもないようですよ。先ほどから何回か映していたこの道路、山陽自動車道じゃないですね。全然別物でした。で、あれが川下川ダムですね。ちょっと見に行ってみます。ダムの作り方に着目ですね。やっぱり石垣を組み合わせたものですね。まあ、間にどれぐらいコンクリートを入れたのか、どうなのか。もう、その向こうが、岩石地帯だったのか。補強するのが目的で作ったのか。で、排水口がこちらですね。まあ、これ、落差結構あるんで、だいぶ上まで上がってきています。歩いて。まあ、自宅から歩いてきてるんでね、結構時間かかってます。千狩り一回行ってますんで。川下川ダム。で、先の、道路の、高速道路につなぎよう云々の話ですけども、あれは間違いですね、こちらの。向こうの先ほどのこの道の下のところですけども、武田温泉につながってないみたいです。ですので、そこはつなげないでしょうね。で、ダムの水自体が、まあ、こういう状態で、で、溢れ返ったら自然と流れていくみたいな形ですね。排水口があって。で、そのあたりがまあ、昨日の雨ありましたからね。だからまあ、ちょっと水が、水分があるぐらいで。まあ、普通の、まあ、飲み水用の水源地といったところでしょうね。昨日ある程度まとまった雨が、まあ、5時間程度ですけどね。降ってっていうところですんで。まあ、地下水トンネル発電とかにはちょっとこのダムは不向きですね。水の貯水量を見た限り。あと、千狩りの方も普通にまあ飲料水とかそういう風な形で、あとは、ろ過したところの排水口云々のところですね。
今帰りのところなんですけども、こちらにあの河川水門開式ダム発電という発言をしていたんですが、あちらに何かこう橋脚があるので、あの辺りに河川水門開式ダム発電と地下水流トンネル発電で、いいと思います。まあ、左端の方からまっすぐに、地下水流トンネル発電、100メートルほど取れそうなんで、とあと1メートル ×1 メートルと3メートル ×3 メートルぐらいでもいいと思いますね。あと例えば、5メートル ×5 メートルとかの回転扉を設置、まあとんでもない大雨の時に、設置するとするのであれば、もうそこは地下水流トンネル発電はつけなくていいです。その門を開けて、水が流れる、もうこれね、全部の河川撮影していて思ったんですけども、一番上まで上流まで満水にしようと思ったら、とんでもない大雨の時ぐらいしか満水にならないですね。通常時の雨の時に結局発電である程度水を排出しますから、まあ20センチ ×20 センチとか1メートル ×1 メートルを軸にして 3×3 はできるだけ使わないようにして、できるだけ少ない水で、高い電力を得ると、圧力によってですね。だからその辺をうまく使用する。で、横は空き地なので、その発電した時のね、何か、まあタービンとかコイルとか結局上にまあ地下水トンネル発電、まあ、20センチ ×20 センチでどれぐらいのタービンコイルになるかなんですよね。上に乗せるのか横に置くのかっていう話がありますから、どうしても、完全防水型ので、継続して力を入れるのであればタービンコイルは大きくなるでしょうし、上に乗せたら早く地下水流トンネル発電の、コンクリートのところが早く弱ってしまうんでね、まあ、その辺のところは考えようですね。まあ、ここ地形的にね、真ん中の方に水が集まってくるようになってるんで、そこに設置したいですね。で、正直ね、その両端の、コンクリート部分の上越えられても、どうせ河川の氾濫とかにはならないと思うんです。上に水が溜まっていったりしますか、ある程度のところで。排水、例えば3メートルぐらいの高さまで水が溜まってきたら、排水して、電力を得るとか、まあそういうふうな形になってくると思うんで、で、まあ、水が、そのね、20センチ ×20 センチを稼働していて、さらに水位が上がってきたら、プラス1メートル ×1 メートルも稼働させたりだとか、それで排水能力とか上がって、まあ、3×3 も、あとは使用するのかどうか。あ、まあ、20センチ ×20 センチと1メートル ×1 メートルを、ある程度の時間稼働させてギア比を上げていった後ですから、まあ途中から3メートル ×3 メートルを、どう使用するのかとか、そういうふうな、ことになってきますね。基本的に、まあ完全に、日差しの入らない大雨の時とかは、まあ、その地下水流トンネル発電と河川水門開式ダム発電で、電力を得るような形になるんでしょうけども、基本的には、太陽光パネルを補助するような形で、夕方と、朝、例えば朝の、まあ、8時半ぐらい、まあ、工場が稼働するような時間帯からですね、まあ、11時ぐらいまで稼働するような形で物事を考えています。だから一回満水、大雨の時に一回満水状態を作らなきゃならないっていうような形になるんですよね。まあ最終的にこういう案です。あとはまあ今帰りなんですけども、あちらの排水溝のところですね、あちらのところを水を満水にした時にそこは絶対水没するので、まあ、浄水場の人たちと話して、それで大丈夫かどうか、まあ、その確認をしてからですね。まあ、あちらの方が満水だから、まあ、そこの浄化水槽はその下でしょうから、もしかしてあの場面、まあ、河川水門開式ダム発電保留になる可能性ありますね。で、この手前の方に河川水門開式ダム発電を作る形、あちらの排水溝の手前に、だから話がそれでガラリと変わるんで、まあ、それだと高さは
まあ4メートルぐらいか5メートルぐらいまで、そこの向こうの道がね、低いところの位置がそこに高さを合わせたとき、高低差、まあ向こうの方で、まあまだまあ200-300メートル向こうの方なんですけども、まあ高低差あんまりないんで、高さ4メートルぐらいでいいんじゃないかな、5メートルまで水溜めれるかなっていうところですね。向こうの道のね、道路のところまで高さが来ないかどうかを心配してるんですよ。まあそっ、あの部分に関して多分無理でしょうね。さっきのあの奥のところに設置するの、浄化水槽のところ、まあ話聞いてからになるとは思うんですけども、多分無理のような気もするんですけどね。浄化水槽の深さが どれぐらいか、まあ、結構高さはあるんで、5メートル以上は絶対あると思うんで、河川の底から7か8か、まあ、10はないにしても、ただそこ3メートルぐらいが浄化水槽だったら、河川水門開式ダム発電の高さが、まあまあ向こうの奥の方だから、3メートルか4メートルみたいな話になってしまうかもしれませんし。まあ向こうですね、あの辺りですね、ちょっとあの道路がだいぶ低くなってるでしょう。だから水位、まあそこに作ったとしても、まあ高さ5メートルぐらいでもう大丈夫そうですね。 5ぐらいで行きましょう。5ぐらい。まあ向こうの高さをきっちり測りたいですけどね。もしかしたら7メートルはないか。まあまあまあ5メートルですね。あの辺り5メートルです。まあ浄化水槽の手前に作った方が無難だと思われますね。そこに水溜めたら、上流の方、高さ5メートルぐらいで行けば、JR 道城駅の近辺のところぐらいまで水が溜まるんじゃないかなと思います。まあただしね、もう そこに作るかどうかの問題の話になってくると思いますよ、正直。結局大雨の日が少ないんですよね。じゃあそこまで水何箇所も溜めれるかの話になるんですよ、結局。で、特に合流してくるところはほぼないんで、あの浄化水槽から出てきてる水、あの JR 道城駅の先からですよ。だから、まあまあ、まあ、先ほどの地点とか、そちらの手前の地点とか、もう作るのは最後の方でいいですよ。先に、向こう側の、その他の地、位置に、河川水門開式ダム発電を先に設置する。この手順ですね。あちらの、5メートル、ちょっとね、どこから見たらいいかな。こうしたら、まだ見えるかな。5メートルとか、6メートル、7メートル、8メートル、9メートルで、上から、記載されてるでしょう。あれ多分橋の上からメーター測ってると思う。河川の底からじゃなくて、だから、まあよく分かんないんですけども、考え方とかなぜそうなったかが、まあ下の方で10メートルのところで測れてますけども、もう誰か遊び始めたんじゃないですか。本当に図面見たら分かることだから、そんなもの。いや、分からない。もう、映画でも上から見るか横から見るかの話と混ぜ込んでるのか何なのか、その頃には剥がれてるわとか、なんかそんな話聞いたことありますからね。